ですね。これは現地に銀行口座を持って、小切手を発行してもらって、それを、毎月こう、分けて払っていくっていうのが一般的な方法ですね。ただ僕の場合は現地行った時に現地で銀行が口座を持ってなかったんですよね。現地の住所が必要っていうのが結構あったりするので、あとは、まあ、就労ビザがないとダメとかいろいろ条件が厳しくなってくるんですけども、自分の場合は、コンドミニアム借りる時に、半年分先に払ってしまったと。現金で、まあ、現金で前出しで払うっていう場合はオーナーの判断になるんですけども、大体 OK だったりしますね。なのでそれが一番楽かなと。光熱費の場合はですね、現地で今はアプリで払ったりとか、窓口で払うという方法もあったりしますね。まあ、通信費はですね、固定回線の場合だと、クレジットカードで払ったりとかっていうのが基本的にはありますね。あとタクシーですね。タクシーについてはクレジットカードはまだまだ使えないところ。